この時間はボートレースオンラの展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明則記者です。長谷さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。6日間開催で行われております日刊ドットコム杯、本日5日目を迎えました。長谷さん、まずはお天気なんですけども、はい、昨日は雨の時間帯が多かったですね。降りましたよね、結構激しい時もありましたよね。選手もね、大変だったと思うんですが、今日は青空も顔を覗かせてと。こんな天気変わるんですか、ね、洗濯したいですよね。ねえ、ね、いや、本当いいお天気だから、ちょうど今日まででは3連休、だからいい休みになる人多いですね。羨ましいですね。ただ今日はちょっと風が心配ですよね。そう、あの雨が止むと風が吹くとかよく言う。本当に、今日予報ではね、追い風か対岸か、ね、横風ちょっと強くなるんですよ。あんまり対岸からが強くなると、まあ1はいいけど2コースがちょっとね、出足がないと難しくなるような風なんですよね、だからちょっとまあどうの、レース傾向、まあ1日の流れってあるじゃないですか、こういう日は。だからちょっとそういうのもちょっと気になるところでしょうね。さあ、ちょっと予想の上では直前のね、睡眠状況なんかもね、チェックできればね、はい、いいですね。さあ、そしてね、ちょっと長谷さんのお話でもありましたが、今日10月10日は祝日、はい、スポーツの日でございます。スポーツの日ってね、なんか言うんですね。はい、長谷さんもなんかスポーツとか普段されてます？最近もうほんとね、スポーツして、何もしてないですね。昔はジムに通ったりとかしてたんですけども、年を取って腰を痛めて、もう運動不足で、もう何部デブって感じ。ほら、自分で言って。ちなみに学生時代とか何してたの？テニスしてました。軟式テニス。軟式テニス。後衛、ね、ダブルスだからね、後ろでサーブとか打ってましたよ。だいたいみんな僕のこと何人か、ハッサン昔柔道してましたかとか、なんか言うこと多いけど、僕テニス部だったんですけど、全然見えないでしょ。そうですね、そんな面影は1ミリも、これ以上は言えない。いや、だから昔はテニスって、公式と軟式ってあったから、僕は軟式あったんで、軟定って言うんですよ。今、なんて言うの？今ソフトテニスって言いますよ。ソフトテニスか、ほら、なんて言ってましたよね。ねえ、ま、それダジャレではない。なんてね。なんてみたいな感じでございますけども、よし、打ち合わせだね、これ。予想の方ね、ちょっとね、レースの方お話聞いていきたいんですが、昨日まででね、予選が終了しまして、今日は準優勝戦日となっております。ポイント争い、特に上位6選手まで大接戦。もう大接戦というか、もうみんな、なんかどうなるか分かってなかったみたいですよ。そうなんですね。まあ予選の最終日に、まあ、で、もうみんななんか、トップなくなったとか、1号艇なくなってた思ってた選手が、気がつけば予選トップだったっていうのが篠田妹選手、なんか失敗したって言ってたんですよ、ただ終わってみればトップだった。トップですか、こんなことあるんですか。でも本当上は接戦でしたね。そうですね、トップ通過篠崎選手、そして以下続いた岡崎選手、樋口選手までの3選手が準優勝枠1号艇を手にしております。さあ、そしてね、ボーダーに関してはやや低めの 5.57 ということで、明石選手が滑り込みましたよね、いや、明石選手ね、間に合わなかったなと思ったんですけどね、まあ、結果的にセーフでしたね。はい、そして長谷さん、初日から4日間予選ご覧になってきて、全体的に見た気力差というのは改めてどうなんですか？気力差はあるのよ、ただ単に主力陣があまりいいモーターは引いてないので、それほど目立ってない。だから成績がいい人、もちろんね、まあいいんだけど、それよりも準優で言うと、外枠にいても出てる人っていうのは結構いるんですよ、これ。だから分かんないよ、主力はそんなに出てないよって感じしますよ、今回はね。いや、ちょっと準優勝戦狙いどころも多くなるかもしれないかもですよね。はい、さあね、優勝戦に駒を進める6選手は誰になるのか、準優勝戦も含めぜひ皆様には最終レースまでお楽しみいただければと思います。さあ、それでは本日も長谷さんには2レース予想していただきました。まずはこちらのフリップご覧いただきましょう。まず予選、失礼しました、予想していただいたのは準優勝戦のラストカード第11レースでございます。はい、ここはね、予選トップの篠崎元氏が登場ですよね。はい、ちょっと見出し読んじゃっていいですか？お願いします。予選トップの篠崎元氏、今度は逃げて優勝戦ポールポジションだ。篠崎選手ね、前々節、まあね、2節前大村走ってるんですよね、はい、
その時は予選トップで通過して、さあ準優迎えて、僕もさ優勝戦は篠崎元氏で原稿って用意してたんですよ。はい、ところが長溝選手にまくられて、まあ、なんとか追い上げて2着になったってことですよね。はい、でも今後連続してトップでしょ。はい、今度は逃げるでしょうとか逃げたいでしょう。ね、本人もやっぱりね悔しさあるでしょうからね。はい、さあそしてね進入に関してはこのレース動きはないですね。はい、買い目見ていきますと、もう一番からやっぱり篠崎選手ね、正直言うとこれ、まあ、63号機は 27%、 ボートがね 19%、あんま良くない。ただ書いてました 20% 台考えればよく出てると思いますよって。だからおうおう、ただ足の方直線系に持ってきてる分、ターンはあったり合わなかったり日替わり、ただ、そういうとこやっぱりだから 20% 台のモーターなんじゃないですか。でもね、自分は言ってました、納得はしてますよって、このモーターに関しては納得してますよって言ってたんで、ここはしっかりスタートはいきますよ、しっかりここは。はい、ただここメンバー的にスタートの早い人が揃ってるんですよね。だから2号艇、まあ、2コースになる河原選手だったり、はい、3コースになる吉田翔選手、はい、早いですから、壁のあってくれるでしょう。ね、でここね、もう篠崎選手本命してます。これ出ているのがこう2号艇河原選手、僕の中では彼が今節のトップと思います。船橋に関しては説明したと思います。はい、ただ伸び系、合えば出足系も来るんですよ。はい、だから2コースなんでしっかりその辺意識して調整するじゃないですか。いやよく出てるなと思いますね。はい、吉田選手これ 17% のモーターですけど、これね、そんなに悪くないんですよ。はい、僕の中では普通のランクにしてるんですよね。この線見てると直線系はちょっといいかな。ただ合う合わないで出足に影響があるというのがやっぱ数字のないところでしょうね。はい、山口達也選手はね、伸びはもう諦めて回り足重心調整してるって、ほうほう、そのあたりはね良くなっている気がするって、良くなってるって言わないんですよ、良くなってる気がするって気がするんだよね。あ、そういうことねって、はい、でもだから3日目あたりから上向いてると思いますよ。ただこう外枠ね印が回ってないんです、はい、これ北川選手これ伸びてます。はい、松山選手これ伸びてます。はい、実はこれ松山選手乗ってるこの43号機が、その篠崎選手が前々回乗ってたこれ43号機、はい、やっぱり元志くんが言うには、あの43いいですよって、今回も43引きたかったんですよって言ったぐらいなので、はい、5と6に。ただここはそう言ってもね、はい、篠崎選手が押し切れば、やはりここオール3連台と安定もしてる河原選手、もうすんなりと1、2と思うんですよ。はい、ただこれ3と4もうまいので、この3と4の絡みはちょっと一応折り返しましょうか、2、3着は。はい、ただ先ほど言ったようにモーター、船足いいんでね、3番と4番ちょっと失敗したときは、5番と6の3着もあるかもしれないので、ありそうなんですよ。はい、1、2、5、1、2、6もこれ本線の中に入れましょうよ。いやまさしくよく言いますか、本当に展開次第では捨て枠なしと。なしと思います、ここは。だからそれほどは確かに外枠でも出てる人いますよっていうのがこのレースですね。はい、なるほど、本線回目、計6点でございます。そして抑えなんですが、北川選手を2着に。あのね、1走目、2走目、まあ、もうずっと足いいんですよ、直線系が。はい、ただ1走目、2走目はスタートが全然いけなかった。でも昨日聞いたら、スタートもバッチリいけるようになりましたよ。はい、おっとって見たら、はい、3走目から0台連発、はい、ここ足がいい、スタートいけるっていう考えはちょっと1号流し、ちょっとこう押さえておきましょうよ。ねえ、やっぱり5がいい、スタートもね早いとなれば、もう6番も十分チャンスはねあると思いますよ。だからちょっとね、この強いメンバー、はい、相手の外枠人気薄になりそうだけど、ここ気になりますね。はい、計ね抑えも含めて7点いただいたんですが、もうすべてフォーカスは1番からのみ。以上ですよ。はい、はい、ポールポジションを目指して篠崎選手20丸というお話でございました。ぜひ皆様ご参考にお楽しみください。さあそれでは長谷さん、今シリーズ最後のあれいきますか。はい、お願いします。困った時の長谷田のみ。さあ長谷田のみのコーナーでございます。昨日に関しては展望番組予想は2つとも的中でございました。はい、ありがとうございます。そして昨日の長谷田のみのコーナー、鬼の一点勝負、見事的中。いやあのね、偉そうに1点とか予想したでしょ。普段しないんですよ。あのね、ちょっと言い訳していいですか。
直前の展示とか見れば、はい、うん、あの1、2、3ちょっともしかしたら変えなかったかもしれない。あ、なるほど。というのは進入が変わったんですよ、うん、あのレース昨日のね、うん、9レースか9レースです。6号艇の杉山選手がすごく伸びてるらしくて、はい、4番と5番がマークいったんですよ、うん、そんなレベルのってえ、6は6個じゃないのっていうのがあったから、はい、すごく怖かったんですよ、ね、でも昨日1点予想したっていうのを前の社に言ったら、うん、はい、ハッサン大丈夫です大丈夫ですってスポニチの高橋社がずっと言ってくれるんですよだから大丈夫だよなって言ったら大丈夫っすよって言ったら結果的に大丈夫でした、ね、本当に見事ね、配当の方人気サイトの290円ということだったんですけども、でも1点ってあのね、あの、うん、言ったけど、はい、あんなに時をするんです ね、ちょっとね打ち合わせの時聞いたんですけど、実際自分でも購入されたんですよね。だって偉そうに1点ですよって言ってたのに買わなかったら、はい、信頼されないでしょ。いや、まあ、まあ信頼性はある方ですから私の中ではね。だからもちろんあのね100円とか200円とかねちょっと多めに買いましたよ、うん、まあ金額はご想像にということだからまあ良かったですよねさあそれではね、今日の長谷田のみのコーナー、どのレースを予想していただいたんでしょうか。続いてのフリップご覧いただきましょう。お、準優勝戦の2つ目の第10レースですね。いやー、あの準優は基本的にねもう1号艇がもちろん強いっていうのは分かってるんですけどね、うん、はい、この準優3つの中で、うん、この10レース、はい、確実進入変わりますからねぽいですねだってあの青のカポックの方ですか、そうですね、今村信孝さんという方、まあ、曲音説もまあ、ね、はい、1コースか2コースしか入ってませんけどね、はい、出走表にはもう3コースから6コースは0回って書いてますからね、それは動きますよ ね、ただこれ田中選手だったりがどう対応するのかな、うん、田中選手がもしかして突っ張るようだと多分1、2、4で単点で並んだら本番は今村さんインまで取り行くぐらいの勢いで行くと思うんですよ。うーん、2コース待ってたのが、まあ、3コースは絶対嫌なんで、はい、だからそういったらイン取り行くよっていうこともあるけど、でも樋口選手も地元の準優1号艇でしょ、はい、今節樋口選手ね、船足もよくてね、うん、もうニコ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 してるんですよね、はいはい、ここは進入は多分鬼の形相でもう打ちに行くでしょただその駆け引き次第ではちょっとうちが深くなっちゃう、深くなるのは間違いない。ただそれで対岸から横風が強いとか、うん、追い風が強いというと起こすとか難しくなるんですよ実はね、はい、特にあの対岸から横風強い時っていうのはインコースって船がね、うん、もうなんか結構流されますからね、はい、だから駆け引き難しい。でも今回の樋口選手は出足回しこれいいんですよ、ね、フライング持ってるけど進入深くなるけど、はい、スタート行けば先に回って押し切れる足あると思います、うんうんうん、ただここはもうレースのうまさは田中慎一郎選手やっぱり出てるまでは言わないけど、はい、この前傾初日に悪かった船足を立て直して普通くらいにはなったかな。ただ昨日は雨が降って湿度が高いとあんま良くない、はい、今日はね、うん、雨も上がったんで、はい、カラッとすればいい足に戻る可能性は十分にありますよね、はい、ただ田中選手は僕の中で普通と思ってます、うん、三島選手は行き足関係とかしっかりしてますよ、はいはい、やはりこれはコース上記のモーターと思う。これ25番でこれ16号ってこれいいんですよ、うん、だから足はいい、はい、だからやっぱり2番3番この69期のね SG コンビやっぱ怖いですよね。うん、ただ4番も今村さんも打ち粘ってコース取るし、はい、ちょっと昨日はね危ないシーンもありましたけど、あの1番も結構ねくるっと回ってうまく残すレース今節多いんですよね。多いですね。だからやっぱり今村選手気になるよな、はい、外も田中選手も出足がいいし山崎選手なんで、うん、これ直線結構これいいんですよ。このレースも外枠がいい。ただやっぱりこの実力者がうちにいる、はい、1、2、1、3、うん、やっぱり4もこう2着いるなと思ったんでね、うん、なんか最近あんましたくないんですよ1から2、3、4のフォーカスっていうのはね、あんまりなんかしたくないんですけどでも、はい、いや本当もしたくないんですよあんまりこういうのはあんまり、はい、けどやっぱりせざるを得ないなと思ったんで、うん、まあ、本戦紙掃除しました。やっぱりね樋口選手の今節の勢いっていうのもね、いやもう今節本当ご機嫌なんですからもう前回の大村出てなかったんで、はい、しょぼんつったけど今回はもう出てるからニコニコなんですから、りょうくん、さあ地元ファンの、ね、期待も背負ってという戦いになりそうです、はい、ただここも狙い目がございます、はい、
侮れない人がいるんですね。田中の京介選手ですよ。田中選手、はい、今田中伸一郎選手もいいけど、はい、京介君これねレース足がいいんですよ。はそしてこう進入が乱れがある、はい、まあ、内は深くなりますよ ね、 そ、 うですね。そして1,2,3 ってこれフライング持ちなんですよ、はい、で今日は風が強くなっているのでちょっとスタート難しくなるのかな、うん、フライング持ちの選手はちょっと気を使わざるを得ませんよね、はい、田中京介選手出走表に乗ってる平均スタート0.13ですよ、はいはい、内が乱れてくれたりしたら自分がしっかりスタートギバーレーサーシーンで展開あればつけるんじゃないですか。うん、思い切って5の頭もあると思ったんで5115は一応折り返しましょうここ、はい、だから5の田中選手、はい、ここが今日の気になるところです。うん、ただ3着目流しということはやっぱりちょっと5が展開作れば6も出番があるかもしれないんでね、ここはちょっと手広く流してみましょう。いやただ長谷さん6点と8点、まあ、合わせて14点に抑えていただいてますけど、はい、まあ頭の中でイメージしたらこれ買いどころいっぱいありそうですね。いっぱいあると思いますよ。だから皆さんどうしますか、ね、だから本戦の買い目も1、2から2、3、4になっちゃったんですよね、はい、ただ波乱を演出するなら田中京介選手という。そうやっぱりあの今10月ですからね、期末ですからね、うん、フライングを持ってる持ってないというやっぱ影響ありますよ、はい、はい、だからちょっとここ5は気になりました。わかりました。さあ今日の困った時の長谷田のみ、第10レースの準優勝戦を予想していただきました。本戦の買い目は1番の樋口選手から、ただね狙い目では田中京介選手が波乱を演出するかもというお話でございます。ぜひ皆様ご参考にお楽しみください。さあ今日はねシリーズ5日目でございます。第9レースから第11レースで準優勝戦が行われます。優勝戦駒を進める6選手は誰になるのか、ぜひ皆様にもご注目いただきたいと思います。本日の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。